みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほとりみです。はい、ということで今回ですね、今回は待ちに待ったオープンチャットに潜入していきたいと思います。はい、前生放送の時にね、はい、ちょっとね、うん、入るかもということで言ってたと思うんですけども、なんと今日入ります。はい、夏休みで、でもちょっと時間がね、今お昼なので、そう、12時半反応がないかもしれないんですけど、とりあえずちょっと試しにね、一度入ってみようかなと思います。はい、じゃあ今ちょっとしほちゃん参加したい。なんか前さ13人ぐらいだったっけ、うんうん、今25人います。そう、25人にね増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。このね、しほりみちゃん大好きっていうこのチャットをね作っていただいた方がいて、みんなね25人の方が今入ってくれてるみたいです。はい、こちらです。私ノートとか全然わかんないんですよね。うん、じゃあこれに参加するんだけども、しほりみで普通に参加してはつまらないので、他の方がやってるようにちょっとね別の人になりすましてちょっと入ってみたいと思います。なりすましダメよ、書いてあるよ。はい、でも本人なんで、ちょっと許しを、はい、得て、まあでもすぐあのなりすましも一時的なものなので、はい、じゃあ参加を押してみてください。はい、そしたらなんか規約みたいなのが出るのかな。じゃあ同意にして、同意、ニックネーム、あ、ニックネーム来た。はい、じゃニックネーム何にしますか。おにぎり。おにぎり、キラキ、お名前だよ、ニックネーム。おにぎりにするの、リミ。何でもいいよ、好きなの。見て。どうしよう、どうする、どうしよう、名前どうしよう。リミ、木にする、木。木にする。木？私、納豆巻きにしようかな。怪しい、いいんじゃない、いいんじゃない。リミは何、リミ、サーモン。リミ、オムライスがいい。あ、そっか、オムライス。写真納豆巻きにしようかな。でも、2人で好きな食べ物じゃ変じゃない。リミちゃん、なんかプーさんとか。プーさん、プーさん、ね、納豆巻きのさ写真あると思う、うん、納豆巻きの写真あったかな。納豆巻きの写真、納豆巻きの写真はあるかね。私入ってそうじゃない。入ってるかな。見せて、ね、バッチリです。見てください。はい、じゃあみんな見せてください。納豆巻きのアイコンに納豆巻きにしました、名前も。そんな人いるのっていう。りーちゃんはどうする？木の木で。あ、それする。あ、それかわいいじゃん。いいじゃん、それしよう。りみが描いたやつ。りみ描いたの？すごいね、芸術家だね。あ、いいじゃん、それで。ちょっと怪しげな。これにします。はい、プーさんで、この怪しげな、このりみが描いたプーさん。プーさんっぽい。うん、怪しいの？じゃあ決まりましたね。はい、ということで参加しますよ。じゃあちょっと画面録画をしましょう。もう画面録画ができましたので、多分どっかに貼ってあると、はい、どっちか寄った方がいい。真ん中に寄ろうか。両端にしおりみたいな、うん、え、じゃあ参加しますよ。せーの、はい、何これ、またなんか出た。お、入れた、入りまし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 た。すごいね。どうなってるんですか。こうなってます。あんまり、あ、でも今こう映ってるよね、多分。あ、そっかそっか、映ってるから画面録画になってるね。はい、めっちゃなんか書いてあるの、うん、何が書いてあるの。まあそれはあんまりあれしない方がいいか。でも見えてるけど、すごい。こんにちはって挨拶してみる。そうだね。新しく入りました納豆巻きです。納豆巻き、よろしくお願いします。しほりみちゃんのファンですって言えばいいんじゃない。こんにちはって歌よ。歌、うん、おいしい、うん、来た、記録1位やった。え、そう、あ、しーちゃんか、うん、しーちゃんだ。ずっと最初からのこのコメントが見れるんだね。ね、超いっぱい書いてる。パパも入ったの、うん、パパも入った。
ちゃんのちゃっかり毎日が夏休みって書いてあるんだけどちゃっかりパパまで入ってるパパ、うん、毎日が夏休みママノート見てねってノートってどこですわねノートノート見てねこれかノートどこどこノートだねえすごいねうんノートどこすごいしほりみちゃんっていう名前の人とかすごいいるね。ねすごいね嬉しいね。本物来たら叫ぶって書いてあるよ。しーちゃん早く来てほしい。それなーとかすごい、うん、すごいね。うんよろしくね。ノート見てねだって。何のノート？なんかむっちゃ入ってくるって。なんかインキルさんに入ってきたもんね。いきなり4人入ったから。ママも入ったの？ママも入った。やばい。やばいじゃん。なんで4人も入ってんのみたいな。ね。なんも。ん？パパはなんて名前なの？あ、なるほどね。毎日夏休み。何の絵これ、パパ何の絵これミキはわわわわわわパパのアイコン見てもらっていしんちゃんとパパが子供の時すごい写真よろしくノート見てねだって皆さんこんな毎日が夏休みっていうのはパパです。ママはまだこう発言してません。そうなの？ママ閲覧してるだけです。あ、MM だよ。そうそうそう、MM です。ママ参加しましたわよ。え、本当だ。よろしくノートを見てねって。なんか散歩やってノートってどうやって見んだろう。え、ノートはここ、ここをして、うん、このノートで、うん、多分これ、多分これだと思う。ああ、本当だ。あ、ちゃんと書いてあるのね、うん、お約束事が。え、なんかスタンプ押していいかな、うん、スタンプの。しほちゃん、バイしほちゃんとかはダメだから、うん、何人ぐらい反応してくれてる私、プーさん私、プーさん私、プーさんこんな挨拶する人いる？しほりみでかわきちゃんのオープンチャットもあるんだね。なんかのこれノートかな。しほりみって打ったらなんて出てくる。え、ほりみ、これ答えが面白い。しほりみってしほりみしほ、あ、しろりみしろりみって出てきた。一緒に頑張るも、うん、一緒に頑張るのだって、リミこれ。うん、リミ45歳でもいいかなって書こうかな。やだ、気持ち悪いよやめて、やめて、それだけはやめて。しかも45じゃないっしょ、もっと上だよ、47くらいでいいよ。47くらいでいいよ。嘘、47くらいでいいよ。そっか、グヘヘって書く。やだ、気持ち悪いからやめて。うんちがうんしてるよ。リンリンうんちうん。やだ。うんち。どんどん人が減ってて入ってほしいです。あ、これあれじゃない？このかんあきちゃんのオープンチャットが入ってほしいってことだよ。あ、そうだ。うん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 だって。うんちくんが。あまりみんな既読になってない？ねね、ペコリだよ、ペコリ。何人ぐらい見てる？そんだよ。いや、これここしか身内で盛り上がってる。え、6だよ、6。え、嘘、6既読になった。あ、4だ、4だ、今4、うん、6だよ、6。6になった。誰か見てくれてんのかな、じゃあ。誰か入ってこないか。3だ、3だと、この3、うん、で、1人このあのしほりみちゃん、ハートハートっていう人。はい、で、4人かな。プーさんだ、プーさんっていう名前だから、プーさんのスタンプに来ないですから。そんなにすぐ来ないよね、きっとね。4人、5人になった。じゃあ続きは夜にする。そうだね、少しこのままにして、どれくらい反応があるのか見て、見ときましょうか。ね、リミスプーン、スタンプばっかで意味だよ。プーさんって人、なんかスタンプばっかりと思われてるね。
じゃあ続きは夜行きましょうか。あとネタバラシみたいなのも。そうですね。とりあえず昼間このまま入っておきますか。うん。はい、入っておきましょう。ちょっとね、ちょっとだけ見ましょうか。うん？だってみんなお昼だからあんまり。だよね、もうご飯食べてるよね、今。うん。みんなじゃあ一言残してから行く？ハテナみたいな。しほりみちゃん来てほしいですね。パパだ。パパ。しほりみちゃんのどこが好きなのって聞いて残しとく。したら誰か返事くれるかな。みんな教えてほしいって。はい。どこが？リミ。え？リミはいいんじゃない？リミスタンプ。スタンプもういいよ、ね。それなるほど。スタンプをしとく。あ、でもそれ普通のか。来る。よし、これでいいか。うん。じゃあこれ、ココーナになれば今。うぞ。うん、うんだって、プーさん。私は、どうしよう。あ、いった。ちょっと待ってみます、これで。うん。待ってみましょうか。私はパパ推しです。自分で。やだ、なにこれ、やだ。私のパパ推しのやつがいる。恥ずかしい、恥ず。どうしよう、ママ推しにしようかな。ママの声が好きですって。よくない？あんまりいないですかね。大丈夫これ。ブブブブブブ。ひょうちゃんが妹思いで優しくて可愛いところが好きですだって。私妹思いかな。しほりみちゃんハートの方がすごくね反応してくれてありがとうございます。リミはまだはい、私はママの声が好きです。私です、それ。あ、そっか。あ、あんまりないですかねで、いや、そんなことないと思うだって。お、かわいい。あ、ななさんって人が来てくれました。かわいいって。かわいい。あ、わかるって。ママの声が好きですって私は送ったの。わかるって。みんな、わかる、わかるですよ。ひらさん来てくれました。わ、ね、かる、わかるって。あ、しほりみチャンネル推しさんも来てくれました。なんか向け YouTuber 好きなら誰でも大歓迎のオープンチャットで本物来るって書いたからかなだって。だからあれ、人が増えたかってこと。なるほど、そういうことか。わかんないけど。意味はないよ、ディバイ。なんでもいいよ。リミ推しって書いてある。私はリミ推しって、自分で自分で。私はリミ推し。自分でリミ推し書いとく。私、リミちゃんが好きなの。リミ最強っす。リミ最強っす。リミしか勝たんって書いてある。いいね、いいね。もしかしてリミちゃんって来てるよ。嘘。リミしか勝たん。ほら、もしかしてリミちゃんだって。リミしか勝たん。汗マークリミ天使。恥ずかしい。二人とも可愛くて仲良しなところいっぱいあるって。嬉しいですね。かわいい。ディアラさん、ありがとうございます。すごいね、書いてくれると嬉しいね。プーさん、てんてんてん。ん？だって。ん？って来てるよ。ん？って。私もリミちゃん好きだって。あー、リミちゃんか。リミちゃんじゃん。もしかしてリミちゃん？ママちゃん、これよ。家族で盛り上がってんの。もう嘘やん、嘘やんって感じ。嘘やんになってる。違うよって。違うよ。てんてんてんってなんやろうだって。違うよ。てんてんてんってなんだったの。ゲーム違うよ。どうした。てんてんてんってなんだったのに。みんな反応しちゃってるよ。どうしたって。なんで爆笑。
ねえ、なんで急に爆笑？ダメだよ。違うと思うよ。もしそうだったら最初からリミちゃんの写真にしそうだし、本物だったらごめんなさい。まさか納豆巻きとかしてると思わないよね。プーさんはありえるけどさ、納豆巻きとかさ、うん、毎日が夏休みとか言う人いないよね。もう発言したらなんて爆笑してんの、なんかあった、だってほらリミちゃんの意味わかんない、怪しまれてるよ。ねえ聞いちゃうって。なんて、なんでもいい。どうしよっか。ママの一言なんかやらなくて、なんで爆笑してんのって。テレビが面白かった。よろしくねー、だってあんまり荒らさない。よろしくって、あーなるほどね、あーね。みんな優しい、優しいよね。だって爆笑とか書くからさ、テレビが面白かったって書くからさ。リミちゃんあんま意味不明なことしてた。じゃダメだよリミ絶対。あれ毎日が夏休みさん、どこ行ったの？食べちゃった。お水飲んで。お水飲んでた。ママはなんか打たない。打ったよ。よろしくお願いしますって打った。よろしくね。これで終わり？よろしく。な、頑張っけ。みんな小学生か、みんな小学生って聞く、ぬぬって送っていい、パパ、ヌヌ、私は45歳って言うの。45歳です。高3だって。へぇ、すごい。パパ中2にしよう。違うようだって、しほりみちゃん、もしかしてしほちゃんだって。あー、もうなんでですかね。なんでそのこと、もしかしてしほちゃんって来てるよ。違います。画面録画なってるよね。それを思った、納豆好きだし、鋭い。中2です、だってだよねって。どうします、どうしよう、これ同い年だって。中2、しほりみちゃんハートの方は中2だった。パパと同い年だと思っただよね、うん、だって。あ、だってプーさんと納豆巻きだよ。またうんち入ってます。まだまだまだ違う、まだとなんかしないの。ねね、うんちは止まってるんだ。私は22歳で社会人です、だって。違うよ、まだまだです。ナナさん、あれ22歳なのにありがとうございます、ね、社会人で本当にね大変だと思うのにね、ありがとうございます。もし本物やったら他の人メンションしないと。メンションメンションってどうやるんですか。ブブブブブブ、わらわらつけてるから本物に見える、だって。え、わらわらつけてるから本物に見える。小学生。待って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 。うん。うん、ニコ。どうする？もうここで。だから本当に。わらわらつけたい。わらわら。ぜひちゃん、自分のちゃうか。まさか。パパひどいよ。なんでパパがまさかとかやってんの、うん、え、もしかして本物だったり、本物だったら他の人メンションしな、そうか、これメンションしないといけない。本物したら、本物だったらいっぱいみんな来るんじゃない。メンションってどうやんの。なんかさ、メンションしてで、メンションってどうやんですか。ここのアイコンポチッと押す。それで答えると、その人に対して回答が。そして押したら、押したら、押したらどうなの。
これ、この名前は。ちょっと待って。どうやって連勝すんの？何もあるの？やめて。どうしたの？やめて。ねえ、何これ丸こいって。これ名前を押すとこう。ほら、みんなびっくりしてるよ。どうしたの？あれ、これどうやって戻るの？ここの、ほら。うん、この白い名前を押す。ほら、みんなリミにどうしたんやって。あ、なるほどね。オッケー、分かった分かった。じゃあ、メンションし…した？うん、名前を押せばいいの。うん。むっちゃ笑うやん。むっちゃ笑うやんって来てるけど。面白い。リミちゃんっぽいだって。ちょっとパパじゃん、パパじゃん、草です。リミちゃんとか、ね、暴走、リミが暴走。リミ大暴走じゃん。ね、最後にわらつけると本当に余計、あと本物感あるっていうからさ、うん、もう絶対にわらつけないでしょ。うん、じゃあ本物ですよって言ったら、じゃあそろそろどうやってたらやかしする？みんななんかボイスチャットみたいな。じゃあまず本物ですって言うか。え、いきなりボイスチャットにしたいんじゃない？うん、私の声を聞いてください。みんなこんにちは。どうやってこんなんできんの？うん。じゃあ私の声を。じゃあリミとしーちゃん。皆さんこんにちはって。うん。私の声を聞いてくださいってやりました。うん。送るよ。うん。いくよ。みなさん、こんにちは。しおりみちゃんねらしほと、リミです。イエーイ。ぷんぷんまるフォーイ。あ、もう送ったの。あれ？オッケー。みなさん、こんにちは。しおりみちゃんねらしほと、パパ入ってない。リミです。イエーイ。本物やん。あらあらあら。あらあら。それはえぐい。だってパパさ、パパさ、でパパもさ、ボイスしてさ、パパですって言うのよ。しおりみちゃんだよ、パパです。ママです。やだ、本物だ。だってじゃあ今写真を撮ってみせる。アイコンか変えたら写真撮ればいいんじゃない？今のしほりみしか知らない。0点もみんなで取れば平均点。何これ、リミ暴走。パパさんもいるのかなって来てるよ。本当にママとパパもいるんです。実はこんにちは、はい、だって。納豆巻きさん、納豆巻きさん、納豆巻きさん。なんて書いてあるの？みんな呼ばな、みんな呼ばな。こんにちは、こんにちは。写真でもあげたら、しほりみしか今撮って、うん、しろん、かわいくね。リミ、今の写真やだ。今の写真やだ、顔が。もうちょっと、ダメだ、リミはあんまでかくならないの。いきます、はい、チーズ。あー、やだな。やだね、はい、もう一回、はい、もう一回。おちおちろんがいい。はい、リミくん、はい、チーズ。これでいい？うん、いややね。リミの顔がやばい。スノーとかで撮った？撮ってた。スノーとかで撮るの？え？ライン。ラインで撮った。ラインのアプリ。ああ。送信していいですか？いいよ。ダメっす。みんな呼ばな。送っちゃった。ちょっとリーミー、サオリンさんがしほりみちゃん大好きって、ね、来てくれましたね、サオリンさん。ね、あれ、プーさんのことはリーミーって分かったの？めっちゃ可愛いやん。こと、これは何なの？しほりみちゃん、これみんな呼んでくれたってこと？多分。こんにちはって。こんにちは。本物来た。こんにちは。変顔できますか？だって変顔だって。いやだ、変顔。リミちゃん、リミちゃん得意じゃん、変顔。リミ変顔だって。の待って、どうやってしなきゃ。やば、マジやん。これでいい、これでいい、これでいいですか？うん。
んだけど。リに変顔。毎日が夏休みさん、ちょっとパパだよそれ。なんでシロンが出てきたの。なんでシロン。しかもママの携帯に。うん、かわいすぎ。じゃあママも写真をさ出せばさいいんじゃない。そしたらあれかな、しおちゃんのとっておきの昨日の写真出すか。昨日の写真、うん、何とっておきって。これかわいくない。かわいいかな。いいよ。あ、いいよ。プーさんかっこリムとかにした。あ、10人になった。しーちゃん納豆巻きかっこしほとかにした。でもママさんとパパさんは写真無理なんかな。無理ですね。もう名前変えられなくない？多分。私がパパですって言っていいかな。うん、いいよ。じゃあ私がママですっていいよ。何これ？こんな感じ。M.M. はママ。うん、そうだよママ。ママドラえもん出したくない。ママは秘蔵写真だ。まあ、ママジャイコにしよう。やだ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 。なんか私の顔がすごい赤い。このちゃんとやばくないだって。だから一気に入ってきたんか。うんうんうん。え、ヨガさん来ました。デビやらせ。MM さんがママです。ちょっとちょっとやめてくれるかな。嫌なんだけど。やめてって。いいじゃん、怒っとかなくちゃ。なにこれ。やめて。今だ。ドラえもんだからいいじゃん。ひどい。のび太のパパとジャイコは目が同じなんだよ。そうなの。ほら、よく見て。目が一緒なの。やだ。え、誰と。思ってた、一緒だ。のび太のパパとジャイコはね、目と鼻が一緒なの。同じ顔。あ、ジェイコになったら誰も来なくなっちゃった。ほらーほらー。中1の時からずっと大ファンで、今ももちろんチャンネル登録してますだって。しほちゃんは優しくて可愛いし、りみちゃんも可愛いです。ありがとうございます。納豆巻き食べたいわ。だって納豆巻きが人気ですか。やりとり面白い。プーさん、あ、これはリミちゃんだって。プーさん、リミちゃんですか、だってよ。ん、これしほちゃん、そうだよって。うん。あー、納豆巻き食べたい。あ、しほちゃんじゃん。混ざってたよ。それな、それな、だって。いろはさん。今度カレーで入ろっかな。何が分かんない。今度うどん。その次の順番で。動画が楽しみ、だって。本当か。いつも楽しく見させてもらってます。これからも頑張ってください。アムアムって言ってるよ。かわいいだって。今めっちゃ興奮。トレーナーって。すごいですね。うん。何これ。リミ暴走。このスタンプかわいいだって。何もしないをしよう。お昼。
ご飯後回しにしてよかっただって、ありがとうございます。ありがとうございます。てかやりとりが面白すぎ、しほちゃんえ何撮ったこんなの、どうだ撮ったの、ママの声が入ってる。わわ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 、皆さんいつもありがとうございます。本当のガチじゃんだって。お、ゆめさんが来てくれた。ね。本物って。嬉しい、毎日見てます。これからもずっと一生大絶対押します。ありがとうございます。嬉しいね、本当。ね。頑張りましょう。頑張りましょう。何頑張りましょう。誰に言ってんの。管理人さんが来ない。管理人さんが来ない。管理人さんって誰だろう。ね。ね。なんて名前だろう。うん。コトさんかな。あと、あー、コトさんかな。うん。ふう。ふう。おお。管理人さんまだ来てないんですねって。何これ。管理人室。はい、そうです。今めっちゃ幸せ気分、ありがとうございます。ありがとうございます。これがしほりみちゃんですか、うん、だってこういうの送りたいってこと。お父さんが本当に面白いことばっかりやる。わら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 。あーだって。リミちゃんですか？プーさんリミちゃんですか？これリミちゃん。リミ画面から外れてるよ。リミ。リミ。リミ。画面から出そう。これしほちゃん。マイネームイズしほ。めっちゃひらがなで。マイネームイズしほ。マイネームイズ。マイネームじゃないの。え、ま、ま、マイネームイズか。マイネー。レミちゃん大暴走終わっただって。なにこのちっちゃいの。こうか。マイネームイズシホ。シホ。こうか。こうだね。マイネームイズ。まずマイネームイズ。これ YouTube 撮ってるのかなって。撮ってまーす。なんか本当になんか私の顔めっちゃ赤く見えるんだけど、やばくない？ね。焼けてるかな。え、今撮ってんの？撮ってるよ。あ、これカメラに撮ってるよ。YouTube さ、撮影してます。リホビーン。え、おえ。何これ、リってん、リミのリ。管理人さん来ないかな、コトさん、ね、来ないね。うん、やば、なんだ。
ねえ、なんでこうさ、なにこれ。サザエさん。サザエ、これだ、なんて人？知らない。知らないのに。知らないのに。なーにーこれ。あ、カメラが開けちゃった。まさか最高だぞ。これすごい最高だぞ。しんちゃんが来た、ね、ありがとう。認知してほしい。ティアラさん、ゆなちゃん的に最高オーラって。サイ&コー、ゆめさん、ちほりみチャンネル推しさん、マジか、本当に。だってみんなハンコがスタンドリンミー、あー大暴走始まった。またリンミー、なにこれ、リンミー笑ってる。クマモンティアラかダックスアラ、ダックスアラで認知してほしいな。だってはい、いつも YouTube 見てますって。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、琴さんが来てくれてないですね。琴さんが多分管理人さんなのかな。ね、そうそう、琴さんからね、連絡っていうか、あのインスタで連絡をもらって、はい、土日にね、入るなら土日がいいかなみたいな感じで言ってたので、今日日曜日だよね。うん、今日月曜日。あ、月曜日か。でもね、うん、夏休みなんですよ。夏休みも入ってると思うんですけど、ね。ね、お父さん。最後どうどうすればいいですか。はい、あと20分になっちゃった。じゃあ管理人さんが来るまでこのまま入ったままにしときましょうか。はい、はい、じゃあしばらく抜けますか。はい、そうね、一回抜けま、抜けるっていうか、また夜来ます、また夜来ますみたいな感じでいいか。でも記録つかなくなった。本当？来ますでいいか。ん？またい、はい、またまた夜来ます。バグった。バグった？リミバグった。嘘。バグっちゃった？治った？治った。よかった。オッケーです。また夜来ますって送ったので、うん、はい。じゃあオッケーかな、これで。オッケーですね。はい。じゃあとりあえず、とりあえずこのままにして、うん、したいと思います。うん。管理人さんが来てくれたら。なんでいきなり夜にかける？夜。パパさん、パパさんまで面白い。ピミちゃんもまた夜ね、また夜来ますって。また夜ね、バイバイ。ではまたにしとこう、ママのストップで。よし、OK、いくぞ。じゃあしばらくね、入ったままで、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、バイバイ、また。